お疲れ様です。お疲れ。そのマスク。いいだろ、パイロ。ニューマスクですか。パイロ。パイロ。パイド、パイド。パイド。パイド。白黒ってパイロって言うだろ。はい。あ、ブルドッグ。ブルドッグとかでおるだろ。牛さんって言ってませんでした、さっき。さっき、マスクしてこう、牛さんって言ってませんでした。じゃあ、いらんか。今日は、前回の続きですね。前回の続き。前回何があったかと言いますと、多分、ちょっと動画、直してください。おっただろう、最近姿現さんやつが。何ですっけ、ピノキオ。あだな、ピノキオ。久々に読んだんだけど、はい、塗り忘れが多い。塗り忘れですか。塗り忘れが多いで、お前これ塗っとけよって言って、はい分かりましたって言って見に行ったら、はい、帰りに塗ってないっていう、はい、全部塗ってないっていう。お前これ塗り残しだろうって言ったらめちゃくちゃあると思うんで、はい、お前塗り残しだろうこれって言ったら、いやここ弾くんすよとか。え、鼻伸びてましたその時。の、ドラ伸びとった。あ、これ違うんすよ、これ伸びるんすよ。ドラ伸びとった。ドラ伸びとったで、ね、もうバシンとったかなと思った。ま、前回の続きということで、今日は、はい、来とるで、はい、ちょっと小言言わしてもらうで、小言を。まあでも、言わないと変わんないです。言わんと多分ダメだね、はい、あのままじゃ。そうですね、うん、今、何やってもらってる。今、下塗りやらしてるで。はい、実際あるんですか、今さっき塗った場所みたいな。あるよ、もう最初塗ったとこ乾いとるで。あ、本当ですか。乾かな、分からんのか。ちょっと見に行きたいです。見に行くか。はい、はい、上行きました。上に来たね。はい、分かるかな、素人目で。素人目ですか。素人目。まあ、その職人さんだったらまあ分かるわ。これ白いラインですか。この見えるかな。見える。ああ、はい。あ、これ白いの全部ですか。この白っぽくモヤモヤってなったのが入ってない。分かるかな。分かりますかね。どうか、はい、あ、それもですか。うんうん、はい、分かった。分かりました。うん、です。これ映る。映る。なるほど。だろ。はい。あっちだろ。あっちが厚めやばいですね。やばいだろう。え、こういう場合どうするんですか。あ？どうするんですか、寺木さん。何？あ、もう一回拾い直しだ。シアだ。あ、もう一回同じように塗るってことですか。そう。あ、まあ、全体のないよ、そこだけ。ああ、はいはい、もう一回やりたい。それ誰がやるんですか。ん、何ですか。寺木さんやんないですか。俺がやっとったら意味ねえだろう。はい、分からんだろう、俺がやっとったら。こういうのはちょいちょいあるのかな。はい、動画見て、まあ視聴する皆さんだとどうだろう。これが1万2000円で高いのか、はい、まあ、1万2000円じゃこんなもんなんだろうか、はい、ちょっとよくわからんでね。俺はそのレベルじゃないと思う。1万2000のレベルでは。これが8000〜9000の素人だったら、はいはい、まだしょうがねえじゃねえかなっていう、はい、風なんだけど、どうだろう、1万もらうんだったらもう無んじゃないかな。あ、これに1万2000って言ったら、まあ、そこそこ技術ができない、はいはい、おかしいレベルだもんで、はい、これをみんながどう見るか。あ、まあ日本の全国で広い中でどんな意見があるかな、はい、それをちょっと探っていこうかな。実際に聞いてみるんですか。うん、実際にちょっと聞いてみるよ。お前はもっともらっとったらしいで、はい、あとフォローだけお願いします。フォローしとったら鬼にならない。厳しく言ってた。はい、うん、確かに仕事っす。仕事だでね。いや、これが安く、はい、仕上がりあんまりいいもんで安くやってくれっていうお客さんだったらいいんだけど、はい、そこまでじゃないでね、はい、バッチリプロの仕事の金額もらっとる以上はいい加減な仕事はできない、うん、これ性格によるんだろうけどな。目つきが違うだろう、はい、やっぱ職人っすね、うん、忘れてました。だから預かっとる以上は、はい、いい加減なことはできないんだもん、ね。ああ、そうそう、預かれだもんね、あいつ。ほら、あいつに1万2000円払っとんだから。はい。これだと、ね、実習生とはあんまり変わらん。いや、変わらん。
はい、ああ言ってましたね、前回。わかりました、呼びます。じゃあ、行ってみるか。シーア、前回とあれ一緒なんだけど、はい、塗り残しが多いもんだよ。ああ、はい、乾くとすぐわかるんだ。こういうとこですね。なんでだ。いや、多分見落としですね。見落としか。別に慌てんでもいいんだけど。はい、急いでる。急いではないですけど、やっぱこういうたまに出ちゃいますね。で、はい、多分ちょいちょいなら別に俺何も言わんない。ああ、はい、多いんだお前の場合。あ、ほんますいません。多いんだわ。まあ綺麗なところはある、綺麗なんだけど、入ってないところはほんと入ってない。ああ、そうですね。ここ下の感じになるよ。ああ、そうですね。預かれたでよお前。ああ、そうです。預かっとるわ。あんまりいい加減なことはさせねえのか。はい、これでいいわけねえよな。そうですね。下に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 。これ全部そう。俺が直しとったらいいね。ああ、スピードはあんま求めとらない。切れそう。そのためにやっていくから遅くてもいいんだけど、あまりのせいと言われるけどな。ああ、あまりのせいと。前はそこそこもらっとったんだろ。そうですね。1万4000円ぐらいはもらってました。もらってたんだろ。で、一人で現場行っとったんだろ。まあ、一人っていうか、まあ自分が行ったり、若い子と一緒に行ったりとか。あ、頭で行っとったんだろ。今だと厳しいぞ、そうそれだと。見落としがちょっと、あ、ちょいちょいだったら、まあ俺は何も言わんねえんだけど、はい、あ、ここはあるな。で、数が多い。あ、レベル的にはあの単位実習生とあんま変わらんで。あ、はい、なると実習生も怒るわけだ。そうですね。でも怒るわけなんだ、はい、あいつはもっと安いんだよ。ああ、そうですね。もっと気をつけて。1万4000もらったの。1万4000。俺普段はチャランポなんだけどね。あ、仕事になると厳しいで ね、はい、これで許すわけには俺はいかんもんね、はい、俺のとこ来たからにはそれなりに覚悟してもらうから。う、ね、お願いします。預かりだって何つっても預かりだよ。あ、最終目的は俺を超えてくれ。そうですね、俺を超えてくれ。目的はそこ行きたいです。俺の屍を乗り越えてくれ。はい、頑張ります。確かに塗ってる時は分かんないですね。塗っとる時は分かんないんだわ。入っとるように見えて、はい、で乾くと分かるんだ。まあ、金の卵みたいな存在。なんて言いましたか。金の卵、金の卵。あ、きっと金の卵よ。ぐらいにせんと。はい、まあ、その代わり厳しいけどな、仕事になると。向こうもあるでな、行くか、そっちも。一回打って も逆に戻しとる。一回、まずここはけとって、行ってこうする。戻しとる。材料の付けが甘いのかもしれないです。かすれてった時にまたやってるかもしれない。まあ、材料だから削らんでいいんだけど。はい。今も会社が出すんだけど。会社が出すんだけど。まあ、で、免許取ったら、一人で分散させるつもりだったけどよ。あ、ちょっと厳しいな。あ、俺はそんな甘くねえでよ。これで OK 出せる方が。これ平らなもんでやりやすいんだけどな。ゴツゴツ人なんで。付けが甘いのか。多分、そうかもしれないですね。結構しつこいぐらい回すと入るんだわ。はい、壁がゴツゴツじゃないもんで、はい、そんなにやらんで大丈夫なんだけど、はい、多分今急いでるだろう。めっちゃ急いでるわけではないですけど、まあ、めっちゃ急いでる。少しやってますね。まあどうだろう、これが1万2000のレベルなのか、はい、1万円なのか。ああ、そうですね。うん、俺の場合はまあ1万円だね。1万4000のレベルじゃないんで。で、1万4000もらっとるって言ったらな。もらってるときもありましたね。1万4000だったら、もう確実に1万円だもんね。そうですね。うわ、確実に無理だね、これ。あ、これだよ。この間トイも忘れとったよな、お前。トイ塗り忘れとったやろ。あー、ひと区間をこう忘れとったもんな。あ、下側のやつ。下と側面も塗ってなかった。お、両方塗ってなかった。こいつわざとやっとらんだろ。いや、わざとはやってないです。だからまだちょっと甘いなって。しばらくは分散できねえな。そうですね、分散するともうちょっと丁寧になってる。バチバチいく。どうしたら見落とさなくなるんですか、下塗りとかって。あ、下塗り、はい、あの
白だと分かるんだ、はい、サーフ系だと、はい、あのモルタルとかアーチ系に使う、はい、コンクリート系に使うやつだと、はい、まあ、白だもんで、はいはいはい、あ塗ったら分かるんだけど、はい、これ塗った時白いけど乾くと透明になるもんで、はい、分かんないんだ、はい、ちゃんと濡れとるかっていうのは、はい、だからしつこいぐらいに転がす、あ一回こう横にパンパンってやったら次縦で追っかけていくか、はい、同じ方向行くなら横で塗ったらまた逆で戻ってくる、あそんくらいしないとダメなんですか、ぐらいだと入らん、乾くとすぐ分かると、はい、もっとゴツゴツした壁だと、はい、やりにもっと大変なんだこれ、意外と平らだもんで、はい、やりやすいんだけど多分急いとるね、はい、スピードはそんなに求めてないんでそこそこのスピードでいいの、まあ難しいっちゃ難しいから最初は、でも結構年数経ってるやろ、そうですね5年ぐらい、5年6年やっとったらまあ普通にバンバンならもう1万4000もらっとるわ ね、ただ俺は厳しいでな、そうですね、俺はこれでいいよっては言えない、はい、まあこれで OK 出すとこもあるだろうけどね、ああこのまま塗っちゃうとどうなるんでしたっけ、そこだけ下に入ってない、あこれだけ効果が出ないってことですか、効果が出ない、そんな針の点とか、はい、めちゃくちゃ細かいやつまでは言わんけど、はい、ゴローっと残っとる場合は、はい、出るんだよね、ああいうのはちょっとまずいだろ、うっすらでもついたいんだけど、はい、完全に塗り忘れなんだわ、はい、これだとあの実習生もう一人連れとるのと一緒だもんで、ただ俺が払う場合は1万2000じゃないな、これだと1万だな、俺1万2000抜かれるんだよな、え俺1万2000取られるんだよな、ああそういうことですか、うん、逆俺払っとんだね、ああ下塗りだでダメなのか、天井と、天井とかやっとりゃうまくいくか、多分そうですね、色がついとらんつかんとダメか、まあさっきも言った通り、まあ、塗っとる最中はもう全部塗れとるつもりで、つもりだろう、あ、まあ押さえてないんじゃないの、あーローラーを、ローラーを押さえ、まあ、表面はこうふにゃふにゃふにゃって、うん、ああそういう感じ、ある程度押さえないと入ってかんで、そんな感じですかね、ああだろう、多分この辺がこの辺がつけとるだろう、全然分かんなかったです僕、分かんない、俺は分かるんだ、どこが入ってなかったかとか、これだとあれだな、塗った時分からんもんで、はい、悪いだったら塗り残し分かるもんで、はいはい、ちゃんと見てきゃいいんだけど、これは乾くまでバレんね、正体がバレんだよ、はい、難しいかもしれん、どうだ、まあそうですね、だろう、前も言われた通り、まあ、塗り残しがやっぱ結構多いんで、うん、結構あるだろう、うん、この間はじくんですよとか言うもんな、お前、あの壁ですよね、うん、あれ弾いてねえて、あれ弾いてない、弾いてねえて、よく見たらお前もう一回ポンってやったら、お前ですか、埋まっとるて、弾きじゃねえて、あれ、あうまいこと言い訳しやがって、いやいやいや、いや厳しい世界ですね、職人、厳しいだって、どの職人はどの職種でも厳しいよ、はい、技術がやつ、うん、あるやつは特にね、はい、シールとか、はい、帽子とか、あの辺も技術仕事だもんで、これで飯食っていくなら、はい、もっとやらんと1万じゃ食っていけんだろう、きついですね、うん、でも我慢するしかねえ、そうまあこれがあの他だとどのレベルなのかわからんけどな、あこれが1万2000円だったらこんなもんじゃねえっていうやつもおるだろうけど、あ、はい、1万2000円じゃこれ高えてって、あ俺これより綺麗もっと下がっとるよっていうやつおるかもしれん、なんか前も言ってたじゃないですか、お客さんが俺でも塗れるわみたいな、あよく言われるみたいな、あよく言われる、あこういうの見るとなんか全然塗れるあれなんだなって思います、あ別にそ自分で塗るんだったら別にいいわね、はい、まあ、確かにそれでお金が発生して、お金が発生するんだったらそんなら別だよって、はい、プロとして任しとる、はい、依頼しとるやつだもんで、それに答えないかんだろう、どうだね、公開説教は、そうです、公開説教まあ、で買ってもらえるだけ、まあ、またじゃあ、また成長楽しみにします、成長楽しみにしようだろう、はい、まあ最初は俺を超えろっていうやつね、はい、超える気がないんならもういいわ、ああいいわいいわなんかあれですね、いつもの寺木さんと違いますね、違うだろう、はい、いつもこんなことやってる、そうですねなんか雰囲気が、あ仕事になると違うよ、楽しそうにやってると思うけど、はい、中身はやっぱ厳しいよ、やっぱちゃんとしないと、ちゃんと仕事はちゃんとしない、まあ高いお金高いから、いや動いてますもんね、うん、
桁が違うもんね、はい、だから業者選び失敗したっていうお客さんいくらでもおるので、はい、お客さんの実験台じゃないとはい、あ、前も言ってましたねそれじゃあいつもの宣伝お願いします。またまあもう宣伝あるんか、はい、これ、はい、社長の顔はドットだろ宣伝とか見て、はい、宣伝道場俺がやるっつったら求人道場しかねえもん。あ、寺木さんも やろうと思ってるんですか。ちょっと迷ってる。あ、マジですか。迷ってる。また一人入れるってことですか。でもいいよ、できない。あ、そうなんですか。なんか、言っときます、募集のどんな人がいいとか。どんな人、別にどんな人でもいいけどな、本当は。マジですか、うん、僕でもですか。うん、いいよ、やる。いや、いやもう怖いです怖い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 です寺木さん、元ヤンなんでちゃうつよ、そんなまた次また次どっかで来ます会うか。はい、じゃあまた次会おう。